対近鉄はグリーンスタジアム神戸です。の登板ではホームランの1安打に泣いた山沖、今日こそはと意気込んでの先発ですが、初回いきなりトレーバーに先制の1号ツーランを浴びます。スライダーが低めに決まったのにキレが悪かったと悔やむ1球。そして2回にもこの広いグリーンスタジアム最短距離の一発を新井に打たれて、3回5失点で KO されました。攻撃では力強い近鉄も守りでは1点もろさを暴露。打たせて取る本来のピッチングをしている佐々木の足をエラーで引っ張ります。今日はチームで3つのエラー。月もオリックスに味方したのか、5回松永にこのラッキーな2点タイムリーツーベースが出て5対4、近鉄のリードは1点まで追い上げられました。しかし6回、近鉄打線が伊藤貴秀からブライアンと鈴木の連続タイムリーツーベースで3点を加え、結局8対4、粘って佐々木も完投し、近鉄は連敗を3でストップしました。さあ明日からの西武3連戦では強弱どちらの近鉄の顔が見られますか。